坂島ファームのオープン、誠におめでとうございます。ヨーロッパで生まれたその考え方だったり宗教っていうものがもう長い時間をかけてこの島にもこう根付いているんだなっていうのは、毎回その人の熱い思いとか、運命の流れというものをすごく感動を覚えるんですね。